モスクワ条約は2002年5月24日にロシアとアメリカ合衆国間で結ばれた核軍縮条約。正式名称はアメリカ合衆国とロシア連邦との間の戦略的攻撃能力の削減に関する条約。両国の戦略核弾頭の配備数を2012年まで2700から2200発まで削減することを定める。核弾頭及びその運搬手段の廃棄義務はなく、構成も両国各々が決定する。削減対象とした核弾頭の保管も可能。ソルト I、ABM 条約、ソルト2、INF 条約、スタート I 及びスタート2を含む両国間における相互核軍縮に関する一連の条約、交渉に続くものである。2010年、最新の新スタートが締結され、終了した。1993年に調印されたスタート2は発効しないまま実施されないことになった。ありがとうございます。